はい、皆さんこんばんは、安本博樹です。アーカイブ限定のおまけ意気込みパート撮ってますよ。今回は若手ゲストセールスマンが来てくれます。じゃあちょっとメール行きましょう。こちらはともこちゃん。安本さん、スタッフの皆さんこんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。先日ある動画配信サービスで小野賢章さんが激辛に出演する予定の2週間くらい前に安本さんに相談したら、おすすめの一味を紹介してもらった、すごく辛かったがおかげで乗り越えられたとお話しされていました。安本さんがご紹介されている食べ物は美味しい&辛いものが大好きなので、ぜひ教えていただきたいです。これはね、簡単です。唐辛子で大魔王で調べてください。これキャロライナリーパー入ってんだっけな。すげえ辛いやつなんだけど、爽やかな辛さで結構旨味も残ってて僕は好きなんですけど、これがいいんじゃないって言っておすすめしました。そしたらね、ちょっと嬉しかったんですよ。別の番組で、まあ、奥方ですね、花澤香菜さんがこれにハマってるんですって、お豆腐に大魔王かけるんですって大魔王を紹介してたら見て、俺はほっこりしました。ちょっと嬉しかったです。さあ、それでは安本博樹の笑われるセースマカッコ仮、本編をお楽しみください。安本博樹の笑われるセールスマンカッコ仮。はい、皆さんこんばんは、安本博樹です。この番組は話題のアニメやゲーム、声優、特撮に関する様々な情報トピックスを紹介したり、関連する声優や関係者の方々をゲストにお迎えしながら、様々な A&G コンテンツの魅力、情報を伝えていくトークバラエティ番組でございます。今回はね、若手ゲストセールスマンが来てくれておりますが、そちらの方はもりもり後で喋るとして、ちょっとメール読みましょう。こちら、年中ジンジャーエール。先日テレビを見ていたら、俳優の及川光博さんが、ミッチーですね、及川光博さんがナポリタンを紹介していました。これマツコの知らない世界だね。俺も見ました。ナポリタンへの愛が溢れていて、ついつい食べたくなってしまったので、久しぶりに料理しようと思います。ナポリタン好きの安本さんは最近いつ食べましたか？この番組を見た後すぐ作りました。これナポリタン僕もね好きなんですけど、まあ、好きと言ったっていろんなところに足しげく通って、これがうまいあれがうまいってやるほどの好きではなくて、なんかちょっとなんつうんですかね、街の喫茶店とかあるじゃないですか。ああいうとこ行ったら雰囲気に飲まれてナポリタン頼むんですよ。またそういう喫茶店のナポリタンね、 180% うまいんですよ。何なんでしょうね、ケチャップで炒めただけのとか、本当にねどうしようもねえぐらいシンプルなのが出てきたりするんですけど、まあうまい。根本的な味付けがバターケチャップだから、もううまいんだよ。うまい、うまいなんだよ。絶対うまいの。ナポリタンはどうやったってうまいと僕は思っています。でしかもそれでね、ナポリタンスタジアムっていうアベマさんの番組にも出させていただいたんですけども、あの時にちょっとトリッキーなナポリタンがいっぱいあって、それもそれ全部美味しかったんだけど、僕個人的には途中でお惣菜コーナーみたいなのがあったんですけど、ああいうところに並んでるど真ん中のど普通の、なんだったらワンチャンのパートのおばちゃんが作ってるレベルのナポリタンも食いてえなと思いながら見てました。僕は本当に普通のケチャップ味のナポリタンが好きです。ど真ん中が好きです。はい、そんな話もね、今度いろんなところでまたしていきましょう。では最後までお付き合いよろしくお願いします。安本博樹の笑われるセールスマン、この番組はニジスタ月経館の提供でお送りします。安本博樹の笑われるセールスマン、改めまして安本博樹です。そしてゲストセールスマンはこちらのお方。皆さんこんばんは、中島よしきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。念願の中島よしきさんとは現場でこの間会った時に、双方ともに虹下さんのところでやってから、はい、なんか一緒にゲストとかでお話できたらいいねってしてるから、ちょっと時間経っちゃいましたね。そうそう、お声掛けいただいて現場で直接安本さんから、ね、そうそう、こういいこと思いついたって、その場で思いついたんですよ。ありがたい。その場ではあれだったんですよね、ちょっと時間がなくて直接お話できなくて、通りすがりみたいな感じでどうだろうか、じゃあねみたいな。後から詳しく安本さんが LINE もいただいて、そうそうそうって思ったんだって、お話ししていただいて、ようやく来れました。ありがとうございます。いやいや、こちらこそですよ。本当に叶えていただいて、ね、ありがとうございます。いろいろ喋っていきます。まあ後で話そう、先にこれいこう、はい。この番組、月経館さんからお酒が届いております。月経館ザショットで乾杯していきましょう、はい。手元に、ね、ある方は用意してください。ない方はエアでお願いしますよ。よっ、できます。はい、じゃあ本日もよろしく。乾杯。乾杯。いただきます。うん、ああ、おジューシー、
そうかそうか。今回はですね、本日はザショット鮮やかジューシー純米を手にトークしていきます、ここで月経館より好きを楽しむをテーマに、あなたの好きな時間や趣味と一緒に楽しめる日本酒ザショットの紹介です。赤のラベルの鮮やかジューシー純米をご紹介。こちらは南国フルーツを思わせる甘酸っぱい香りと爽やかな酸味ととろりとした濃厚な甘みが特徴の日本酒です。これもね、飲んだ後にね、こうってやるとなんかね、香りがまた鼻の奥に広がって、フルーティーな感じですね、非常に飲みよくて飲みやすい、美味しいございますが、さあここからはミニコーナー、笑せるザクエスチョンいきましょう、はい、月経館ザショットの好きを楽しむというテーマにちなんだ質問に一つお答えいただきます、はい、本日はお酒を飲んで楽しかった話を聞かせてください、はい、なんかあります？打ち合わせの時にもね、ちょっと盛り上がっちゃいましたけど、うんうん、弊社の先輩の江口拓也さんが、うん、いますね、そういう人も、宿なしになってしまった西山幸太郎くんをですね、はい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 、家に住まわすっていう時期があったんですよ。そうなんですよ、1ヶ月同棲してましたね。もう言っちゃいました、同棲してました、まあ、あれは同棲です。本人たちも言ってました、あれは同棲でした、はい、で、年末とかに幸太郎が家が決まったっていうんで、うん、江口さん家から離れるってなった時の同棲解消パーティーみたいなのがあって、うん、すごい名前ですよね。まあ、しょうがない、本当そうだからな、本当にそうだったんですよ、うん、にお呼ばれしまして、はい、僕と青井翔太くんと白井雄介さんと、うん、花井のなっちゃんと、うん、遊びに行かしていただきまして、うん、まあまあ香ばしいベンツだな。なかなかロックな感じの、ね、香ばしい飲み方をするやつらだな。でなんかもう序盤の時に、まあ、酔っ払う前ですよね、うん、酔っ払う前に幸太郎が部屋の奥からケーキを、アイスケーキを持ってきたんですよ、はいはいはい、なんかすごく悲しいような、ちょっと寂しいような雰囲気で、うんね、解消だからね、どうせねって自分ツーショットの、江口さんとツーショットのプリントがプリントされたアイスケーキをこうやって持ってきて、はいはい、2人の思い出につって朝起きてきた江口さんとこうやってパシャって撮ったっていう写真をプリントしたアイスケーキ持ってきて、そこを真ん中からズバッと切るっていう儀式をやってってから行ったんですけど、はいはいはい、その後はもうひって飲み会でした。そうですね、なんか大噂は金がれなんですけど、ご当人たちからもいろいろ聞いたんですけど、ほぼ言えない。そうですね、もう言えるのがあんまない。2から10ぐらいまで言えないですね。0、1ぐらいしか言えなくて、いや本当に僕はいろんなところで言ってるんですけど、うん、普段の花江さんも幸太郎も大好きなんですけど、うん、本当に酔っ払ったの2人だけでっけえ、うん、世界一のエンターテイナーだよ。花江夏樹はただですらエンターテイナーだけど、お酒飲んだら世界一になるんだよ。輝き始めるんですよ。面白いことしかしないんだから。怖すぎて。そういうことね。まあちょっとね、いろんなところで喋ったこともあるけど、幸太郎の家で飲んでた時にね、西山幸太郎、私、はい、江口拓也、はい、そこに青井翔太もいたんだけど、うん、ちょっと青井翔太が遅れてくると、はいはいはい、で、まあ、青井翔太が来る前に花江さんがまずお酔いになられまして。来る前にですか、うん、早い。で西山幸太郎、それこそ同棲解消した後の新居ですよ。そう、新居ですよね。僕だって江口さん、そうだ、君その時呼ばれて江口と一緒にいたのに、よしきもいますって言うから、あ、久しぶりだわ、よしき来るんだねって言ったら、君来なかったんだよ。江口さんと一緒にいたんで、よしき来なよって、うん、あ、すいません、車で来ちゃったんで、いいよ車とか一回置いてさみたいな、うんうん、家まで行くから来るもんだってみんなで思ってた。あ、よしきも来んのねみたいなこと言ってたのに、俺もうメンツ、君が来なかったんだよ。メンツ聞いた瞬間に、あ、やべえと思って、それは同棲解消パーティーの酔った花江夏樹と西山こと見たから来なかったの。そうです。あれデジャビューと思って、やばい、その飲み会はやばいと思って実際ね、いろんなことがあったんですけど、まあ、そこでの所業をいくつか言える範囲で言いますと、酔った花江さんが、はい、西山幸太郎の新居、素敵な木製のね、うん、ちょっといびつ、いい意味でいびつな形のテーブルがあって、はいはいはい、かっこいいテーブルなんですよ。おしゃれだね、なんか焦げ目みたいなのついてるし、うん、あ、すごいね、素敵、僕気に入って買ったんですよって言ってた時に、うん、花江夏樹はそこを見ながら酔っ払ってて、なんかこれおしゃれなカフェのお皿みたいですよ、コンビーフをバーンってテーブルにまんまゴボーンってコンビーフを出してこうちゃんがキッチンでちょっと離れてる時に、そこに細く出るマヨネーズがあったので、それをシャーって線みたいにかけて、おしゃれおしゃれって言ってて、鉄板焼きみたいにして、その場で作る幸太郎がちょっとって言いながら走ってきて、引っ越したばっかりの、入れたばっかりのテーブルに多すぎてお皿に移してすぐ拭いたんだけど、油じゃなんか違う染みついちゃってて、新しい染みつけちゃう、なんか変な艶が出た、変な艶が出たって幸太郎が言ってて、コンビーフもマヨネーズも油ですからね、そうそうそう、ツヤツヤになっちゃう、変な艶が出たって幸太郎が言ってて、かわいそう、花井くんが急にキッチンに行って、
って俺ポップコーン作りますよつってポップコーンをこうパーってパン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 って作るまあ、あのアルミホイルの蓋みたいなやつ、それ膨らんで美味しくできましたと、できましたじゃあみんなで食べましょうよつって、うん、もうお皿に移すからいいよ、僕を開いて、はいはい、花井君が開いて、ああお皿移すからいいよ、いやそっち持ってきますって言って、嫌な予感するんだ、いや花井君お皿移すからいいよ持ってきますって聞かないのね、わざとかどうか分かんないんだけど、そのキッチンからリビングに行く途中でひっくりっかの転んで全部こぼすっていうフローリングにポップコーンがファーンって広がってすごいエンターテインメント、わーって一生懸命拾って、まあね、コートで一生懸命掃除してたから全然大丈夫だよつって拾って、みんなでちゃんと食べたんですけど、ちゃんと食べて、ちゃんと食べたけど、その時もあのコータルがなんか油の感じがするふかなってまたなんか違うワックスみたいみたいな感じで大急ぎで拭いておいそれと宅飲みするメンバーじゃないですよ、そうなんですよ、もうもうある意味来なかったのはお前のいい嗅覚危ないところでした楽しそうなんですけど、ただめちゃくちゃ楽しかったです、楽しいと思うんですけど、ね、みんなでご機嫌でじゃあ出て帰りましたから素敵な時間をねさせていただきました、はい、そんな嗅覚のあるね中島よしきさんはどうやら我々とやっぱつるまないだけあって一人でなんかラジオやってるらしいですよ、いやいやいやそういうことつるまない、いやつるまない男ですからつるむんです結構割と一人でねピンでやってるらしいんですけども、はい、ここから中島さんがピンでやってるラジオをセールスしてもらいましょう、はい、文化放送超 A&G プラスでラジオされているそうですね、はい、タイトルは何でしょう、これが僕の名前をもじって中島よしき事情という番組をやらせていただいてます、はい、去年の10月からですかね、うんうん、放送開始して最初ワンクールの予定だったんです、そうなんだ、はい、皆さんからのご好評いただいて、今日まで続いております、ありがとうございます。これ事情ってのがそのじゃあの終わんなかったから事情になった、そうです、あの一応年末の収録の時に、うん、あのサプライズで告知をしてもらいまして、うん、その、うんうんうん、僕も知らない状態で終わるもんだと思って来てたの、はい、終わるもんだと思ってちょっといい話をしようかなと思ってたら、その矢島さん、あのディレクターの矢島さんが、うちの番組と一緒あの奥の方からドタドタ走ってきまして、あのスケッチブックに「よしき事情継続決定!」っていうカンペを出した瞬間にうち の、うん、あの番組あの文化放送の新人のプロデューサーの高橋くんっていうのがですか、うん、高橋くんも一緒に喋ってたりとかするんですけど、うんうん、高橋くんが「えっ!」っつって一番驚いたっていう、知らなかったの、知らなかったんです、プロデューサーが知らなかったって意味が分かんないプロデューサーが知らないってあるの、まあ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 、あのまだね、あ上にさらにあのボスがいるよね、もうちょっと偉い人がもちろん、はいはいはい、いた状態で一応番組は任せるよということだったんですけど、下についてる状態で一番驚いてしまったもんだから、僕が驚けずにおおってなって、そうだよね、なってそっから今日まで続いてます。なるほどね、はい、まあなんだろう、おかしいね、いろんなとこで孝太郎が来た時も言うし、ええ、みんな言うんだけど矢島ってディレクターがいるじゃない、います、当番組も矢島なのよ、僕はよくお世話になってます、他のところうちの番組だとずっと静かなんだよね、なんで今日に限っておらんのですかあの別の番組の仕事があるとね、そそくさといなくなる僕あのラジオ他のところでもまあやらせていただいてたりとかもちろんするんですけど、基本的にはやっぱ相方がいたりとか二人でやってたりとかするのが多いんですけど、あの一人でやってる番組は実はよしきだけ、あそうなんだ、なんですよね、よしきはどうですか、一人喋りだからなんかあのなんか自分のなんかなんかなんだろう、ポエム読み上げちゃったみたいなとか、いやこれが思いを語っちゃって恥ずいとかない、最近それこそあの朗読劇に出させていただいた時に、その朗読劇ちょっと思いが強すぎて、あの1本分丸々朗読2本分ですね、もう終わって公演前と公演後で2本分丸々朗読劇の話をして帰り道めちゃめちゃ後悔する、なんでそれはいいんじゃない、それは 何酔っちゃったの、何なの、芝居論を語り始めたんですよ、あー論は恥ずいからこれまああの後でアーカイブとかで自分で聞き直した時に、残っちゃってんだよアーカイブで、聞き直した時にうわーこいつ語ってんなと思って、そうね論は恥ずいからね俺はこう思うんですよみたいなことをちょっと一丁前に喋ってしまったもんだから、これが数年後じゃあ虹沙さんのアーカイブに残っていたとして自分で聞き直した時にちょっと恥ずかしいなって、いろんなベテラン声優にちょっとこれ聞いてください、やめてください AT1 の各マネージャーにそれをじゃあ山内さんちょっとこれ聞いてもらっていいですか、やめてくださいうちのベテランマネージャーの名前を出すのはやめてくださいいいですかこれ聞いてもらってっつってもう今ですら変な汗かいてきましたからいやなんかもうちょっとね、ちょっとそれこそ楽しいお話とかをするラジオとかが、うん、自分がやる分には好きだったので、うん、なんか たまに真面目な話しちゃって、ちょっとなんか後から自分が聞き直した時にちょい真面目は出ちゃう、それは人間生きてて、うん、それはねずっと不真面目なわけではないから、もちろん、はい、ちょい真面目は出ちゃうけど、論って何でしょうね、
これ難しいところじゃん。そうですね、当然人それぞれ全部違うわけで、ヨシキのファンはヨシキのファンでいいよって当然聞いてくれるものだけど、うん、そうじゃない人はいやちょっと待ってよと思う人もいるわけじゃん。そうなんです。だからこそ飲み会で論が出てくるとバトルになるじゃん。いやバトってる先輩方もバトってるなんか自分の友達とかもよく見てましたから。それってね健全なんだよ。そうですね、だって各々の主張があっていいんだから、うん、だからこそ飲みなのよ。そうですね、確かにラジオでアーカイブ確かにいろいろ思うね。しかも一人で喋ってるから全肯定なわけですよ。誰も止めてくれないから。で主にファンの方が聞いてくれてるから、うん、聞いてて楽しんではいただいてるんですけど、ね、ファンの方は優しいんです。優しいんですよね。受け入れてくれましたけど。そうなんですよね。ちなみにその時あのディレクター矢島はどうだったの？いい回だったって言ってました。なんでだよ。そこそトークバック押せや。いや、いいラジオだったって言ってくれました。あ、よかったと思って。じゃあいいか。じゃあよかったで、後で家に帰って自分であのアーカイブ聞き出した。あれって。結構熱入ってんな。まあしょうがない、しょうがない。そういう日もあっていいでしょう。そういう日もね、そういうたまにはそういう回もあっていいのかなと思って。ラジオは生ものだからやっちまったっていいと思うんですよ、うん、そうですね。やっちまったものがこのご時世ね、昔と違うのがアーカイブって残っちまうんだよ。だからこそ責任とかは取らなきゃいけないけど、己の思いとして間違いじゃなかったんだとしたら恥ずかしいかもしんねえけど、いいよいいよ。そうですね、まだちょっとね、年数経っていったらまた考え方も変わるかもしれない。それは言えばいいんだよ、あの時はああだった、うん、今は違うって言えばいい。なんか昔の自分を知れるっていう意味でもいいのかなと思いました。わけえなーで片付けりゃいい。そんなもん、そんなもん、可愛いヨシキが聞けるアーカイブってみんなが見てくれるかもしれない。でもそれこそ僕なんか安本さん10代の頃から知っていただいてるので、そうね、そういうの見られるのちょっと恥ずかしいですね。だって中島さん、ちょっと1個目をもう見える、はい、じゃあ春野さん、安本さん、中島さん、こんばんは、うん、中島さん少し早いですが、お誕生日ありがとうございます。いつなの？26日です、うん、ちょっと少し早いな。花江夏樹と一緒です。やべえやつが生まれる日じゃん。そうなんだ。さあ10年、およそ10年前のアニメでも共演されていた安本さんから見て、中島さんの変わったところと変わらないところはどこですか？この1年も中島さんが見せてくれるさまざまな景色を楽しみに応援させていただきま ます。こういうことを言ってくれる人は多分いい世論語ってもって言ってるし、ね、本当にそういう人に支えられてるところもたくさんありますから。中島屋敷が一番変わったのは見た目。そうですね、うん、変わってないところは度胸かな。あ、結構人に向かってドーンっていけるところは、これはなんか人によっちゃね、よくもあるかもあるかもしれないけど、ね、俺はそれは持ってていいと思うから、はい、度胸に関してはまあ変わってないかな。で見た目はすげえ変わった。見た目はそうですね、ちゃんと持ち歩いてる。持ち歩いてます。昔の写真俺絶対持ち歩いててほしいのよ。そう、絶対持ち歩いとけよって安本さんに言われてから、それが10年前。絶対持ち歩けって言って。すぐ出るようにあのお気に入りフォルダに入れてあって。いやマジでこれはおもろいよ。昔の中島良樹100で笑い取れますね、これ。全然違う。だって超老けてんだもん、昔。これです。これ。そう、超老けてんの。これ、あれなんですけど、これトリミングしてるんですけど、あの、一応、トイメンには、あの、当時、めちゃめちゃガリガリだった松岡良嗣さんも映ってるんですよ。あ、そっかそっかそっか。だって、あれだもんね。ジャイロゼッタの時、ね。そう、ジャイロゼッタの時なんで。うん、まあ、これが19とかですからね。こっからずっと安本さんに俺は19じゃないんだよ。もう風格がありすぎんだよ。お前は俺と同い年だからなって言う。絶対だ、10年前と俺と同じくらいだろ。自分でもさすがにちょっとあ、なんか変わったなと思いますもん、ね、いやいやいいと思う。でもこれは笑えるから。なんかあの場が困った時にちょっと10年前の俺の写真見てもらっていいですかって、なんか切り札ですよね。結構現場がひりついた時とかあるじゃん。なんかみんながシーンとしちゃった時にちょっと今思い出したんですけど、ちょっと10年前の俺の写真見てもらっていいですかって言ったら、絶対全員がはぁーって絶対なりますからね。100で笑いが取れるから。僕はそれこそ二十歳ちょいぐらいになった時に、あの檜山信之さんに飲みに連れて行っていただいたことがあって、檜山さんがよく行くバーとかあのに連れて行っていって、バーのマスターにあのたくさんの人を見てるから、さすがにマスターならお前の年分かってくれるんじゃねえかみたいなので、あの面白で、あのマスターいくつだと思うって振っていただいて、と21、2ぐらいですよ。35って言われ。やっぱ俺と同い年してるけど。檜山さん嬉しそうに手叩いて喜んでくれて。うまくいったーっつって。見えねえだろって言ってくれましたね。よかった。今はやっと年数ほどちょっと若々しくなったよ。ちょっとなんとかここまで来れましたけど。中島さんの変わったところはもう見た目。見た目は本当にね。そうだと思う。あ、面白い。次、もう高校生のさくらさん。
ております。ヨシキさんがゲストに来られるということで初めてメールさせていただきました。ヨシキさんは超 A&G プラスでのヨシキ事情をはじめとしていろいろなところでたくさんラジオをしていると思うのですが、はい、自分が MC のラジオの時と今日のように先輩が MC のラジオにゲストで行く時と後輩が MC のラジオにゲストに行く時とで心がけ違うことありますか。安本さんのラジオも好きでたくさん聞いているんですが、安本さんがラジオで気をつけていることも教えていただけると嬉しいです。うん、気をつけてることある？なんか心構え的には変えてないですけど、なんか違う人と喋ってるんで勝手に変わる気はしますね。なんか先輩だから気を使わなきゃとかなんかいろいろリサーチしてとかっていうことはあんまりしないですけど、本当に最初の最初のゲストで行く時ぐらいじゃない、うん、そうですね、どんな番組かなぐらいはなんとなく知っておいた方がいいのかなって思うことはありますけど、それは若かりし頃とかは必死だったけど、今はだって先輩来ようが後輩来ようが、ね、先週とかそうだけど、うん、アニメの監督が来ようが、うん、誰が来ようがその人とお話をするってスタンスが変わらないから、ね、MC 側も実はそんなに変わんなくて、ゲスト側は MC が仕切ってくれるから、うん、MC が聞いたことを話すだけじゃん、うん、だからゲストの方が何も考えずには行くかもしれないです、ね、うん、だってそれを成立させるのがねマスターオブセレモニーの仕事だから、うん、だから たまにアタフタ MC もいるじゃん、まあ、それはそれでなんか楽しいですよね。そうなんだよね、アタフタ MC 楽しいんだよね楽しいんですけどね突っ込めちゃうんだよね先輩方が MC やられてる番組とかよくその気の知れた友達がやってるような番組とかは何にも構えずに逆にあの身を委ねるのを逆に心がけてるかもしれないですね。まあ、だって言われたことを話すが根本だもんね、うん、そうでも最初だけかもな、いろいろ考えて、今はそれこそ後輩が MC のところ行ったりもするし、うん、俺が先輩が MC もあるかあるにあるな行くけど、もうここまで来ると何にも考えないで、うん、ニコニコして現場そうですね、心構えをニコニコするってなるよ ね、うん、ゲストだとやっぱその現場をなんか番組楽しんで帰れるかなっていうのがあるかなって感じですか、ね、あでも MC もそうじゃない、ゲストに楽しんで帰ってもらいたいはあるじゃん、うん、ホスト側は特にそうかもしれないです。だってゲストが楽しんで帰ってくれたらすなわち聞いてる人も楽しいはずと思うから、うん、そのはずですね、それはあるかもね、確かに。だからもういい意味であのふわっといきます、うん、じゃあどんどんメール行こう。ありがとうございます。次はニコさん、ありがとうございます。ワラセルリスナーでありヨシキリスナーである私はヨシキさんゲストを心待ちにしておりました。文化放送さん、二次社さん、ありがとうございま す, いますお二人といえば、おそうなんだ、個人的にお料理上手というイメージがあります。 お互いに作ってあげたい料理を作ってほしい料理ありますかと。あ、ヨシキさんもお料理はする？します。まあ、自炊、普通に自炊、一人暮らしの自炊レベルではありますけど、うんうんうん、最近何を、それこそ冒頭でナポリタンのお話をされてたと思うんですけど、はいはいはい、まさに昨日ナポリタンを作って食べたばっかり。なるほど。ナポリタンってさ、家で作るのってさ、ハイスピードで雑に作って美味しいのもあるけどさ、はいはい、ちょっと凝ろうと思っても凝れちゃう。凝れますね。僕はあの昨日はナポリタン、この日はナポリタン食べようと思ってたんで、はいはいはい、朝麺を茹でて、はい、あ冷蔵庫入れといた。冷蔵庫入れて。やるね。やるね。それ大事なんだよ。寝かし半日寝かすっていうのをやって食べたんですけど。やるね、本物だね。これがうまいんですよ。やって、いや知らない方やっていただきたい。そうなのよね。あのナポリタン、俺が主にナポリタンにしか通用しないんだけど。そうですね。パスタとしては多分ダメなんですけど、アルデンテもクソもないんで。そう。ダラン。もっちもちみたいなあの状態にパンパンねっていうちょっと太く、また太くなるんですよね、そう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 、水を吸って。あやるね、いいねいいね。やってウインナーとマッシュルームとピーマンと玉ねぎって、まあ普通の黄金律ですね、王道の、はいはいはい、味付けというか、もうケチャップとバターだけですよね、はいはい、あのみ、あとちょっと胡椒を振るぐらいで、うんうんうん、黒胡椒、これさ難しいんだけどさ、ちょっと醤油という作戦もあるじゃん。あいいですね、コクは出ますね。あとケチャップ問題なんですよ、ケチャップをあの最後の仕上げでぶっかける人と結構序盤から入れる人がいるじゃないですか、はいはいはい、安本さん最後の仕上げ側で比較的入れるんですけど、はいはいはい、わざとパスタを寄せて、鍋肌かして少しちょい焦がしするんですよ。温めるんですね、うん、ちょい焦がししてなんかキャラメリゼが少し始まったかなぐらいで、はいはいはい、うわそれもやる作戦もあるんですよ。確かにもうあれば、もう安本さんめんどくさいね、たまに生クリームとちょっとコンソメ入れちゃう時もあるんだよ。コンソメもいいんですよコンソメもまたちょっとなんか違うコクが、奥行きが出るというか、わかります。クリームもね、悪くねえな、なんかそれでなんかもうニヤニヤしてんの一人でちょっと目玉焼き乗せたい日もありますし、あの鬼のようにパルメザンかけ、いやかけますね昨日はそれこそずっとパルメザン無心で吸ってました。あうまいね、何なんだろうねケチャップって美味しいよね。ケチャップうまいですね、まあ、僕は割とケチャップ序盤に
入れて炒める派なんですけど、ね、はい、酸味をちょっと飛ばして甘みを出すナポリタン派なんですけど、またそれもなんかダルンダルンの麺に合うんですよね。分かるわ。あの冷蔵庫に寝かすってあれ、それこそさ、僕が愛してやまない新橋にあるポンヌフという、はい、ナポリタン、まあ、専門店だけじゃないけどナポリタンで有名なところもある、うん、あそこもちゃんと茹でて寝かしてるんだ。へえ。あの寝かすシステム誰が思いついたの？誰が思いつくんですかね。誰がだってもう本来のパスタの良さを失わせるわけじゃん。芯なんかないですからね。だし、なんだったらあのもう風味も飛ぶと思うんです。そうですね、小麦のね、うんうん、な多分大量生産用にその準備がおそらく始まったのがスタートなのかな、まあ、ナポリタンって日本の喫茶店発祥ですもんね。そうそうそう、ナポリにあんなもんねえもん、ね。まあ、そもそもなんかフライパンで炒めるのはハットみたいな、ね、うん、ちょっとルールもねイタリアンありますからね、ゴリゴリ炒めますからね、ちょっと焦げるぐらいまで、うん、あれ何なんだろうね、誰が思いつくんですか、誰がやり始めて、うん、しかもあれ不思議なもんなんだよな、色味だとは思うんだよね、うん、ピーマンとかもでもないとあんなに寂しいもんないよね、はい、そうですね、ピーマンないと本当に真っ赤っかですからね。これもピーマンも論争が分かれるんですけど、輪切りっすか細切りっすか。昨日は細切りにしました。輪切りだとやっぱ見た目が可愛いですよね。そうなんですけど、うん、でもね僕も細切り派なんですよ。なんでかっつったら箸でガッツきてるんですよ。箸でいくんだ。あ、それやろう。ナポリタン俺なんだったらちょっと深めの酒にガッサッと思って箸でかっこむんですよ。どんぶりスタイルですね。うわー、なんか家ならではですよね。そうそうそう、なんか箸かっこみの時に和よりもなんか細切りの方が一気に取れるんですよね。確かに細切り麺と絡みますからね。そうそう、あとなんかあのガブって噛んだ時に逃げってのがより強くくるから、うん、ザクッときますからね。そうそうそう、で口真っ赤にして食べるんですよね。そうなんだろうね、あの味わわずにかっこんじゃうの。いや、本当に喫茶店とか純喫茶とかのなんかベッタベタのナポリタン大好きなんですね。銀食器の、いや銀食器のカチャカチャなっちゃうフォークと擦れちゃう感じのやつが本当に使い込まれてんなこの皿みたいなね。好きなんですよね。あれもいいですよ。何の話してんの。中島よしきさんでやってね、あのよしき次郎さんの方ではねグッズもあるそうなんで、はい、グッズの方も皆さんチェックしていただければと思います。グッズ今あの絶賛会議中です。ぜひねそちらの方も、はい、多分アーカイブとか聞けばいろいろ情報があると思うので聞いてください。聞いてください。皆さんメールたくさんありがとうございました。ありがとうございます。はい、安本ひろきの笑われるセールスマン過去仮エンディングの時間です、はい、この番組には皆様からのお便りをお待ちしております。おはがきの厚きは郵便番号105-8000に、文化放送安本ひろきの笑われるセールスマン過去仮まで。メールの場合は ws@joqr.net ws@joqr.net までお願いします。正直に言います、ほとんどメールできます。おはがきはあまり来ません。そうでしょうねこのご時世。そして番組公式ツイッターも稼働中です。ぜひフォローしてください。ツイッターで感想をつぶやくときは推奨ハッシュタグわらせる、漢字のわらうにカタカナでせるをつけてください。また YouTube 二次スタチャンネルでのアーカイブ配信もあります。アーカイブ限定の意気込みアバーも聞けますのでよろしくお願いいたします。というわけで中島よしきさんありがとうございました。ありがとうございました。改めましてお知らせとかありますか。はい、先ほどもご紹介させていただきました中島よしき自称超 A&G プラスで毎週日曜18時から放送中です、はい、18時にそぐわないようなお話もたくさんさせていただいているので、はい、いつか怒られないかビクビクしております、うん、YouTube 二次スタチャンネルにてアーカイブ配信もございます。こちらは毎週火曜日を、夜19時メドで配信されてますので、うん、こちらもぜひチェックしていただきたいと思います、はい、もろもろねチェックの方お願いいたします、はい、怒られる時は多分ねその新人の高橋くんが怒られることでしょう。縦にしたいなと思います。はい、というわけでよしきさん本当にありがとうございました。どうですか、楽しかったですか。楽しかったです。なんか安本さんと、まあ、現場でお会いすることももちろんありますけど、うん、ラジオで2人でがっつり多分初めて今日ねだと思うんで、多分よしきは10年前に出会った時からそうなんだけど強めにいじっても怒んないでいてくれるから俺は本当にありがたいと思ってます。大体強めにいじる。いや、ありがとうございます、はい、おっちゃん坊やよくそういういじりをしてましたね。よく安本さんと現場ですれ違うとあの膝を叩かれるっていうキックするか叩くっていう、ね、なんでってなるっていうのバイバイっていうあ行っちゃったってなるだからすごく昔からお世話になってる優しい先輩でした、ね、楽しかったです。いつもねこっちのこともねあの立ててくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。たなもんで本日はこの辺で、お相手は安本ひろきと中島よしきでした。お疲れ様でした。安本博樹の笑われるセールスマン（仮）この番組は二次スタ月経館の提供でお送りしました。